一番最初は27、8くらいですかね。28、7、8。はい。ちなみに今おいくつですか。今35ですけど、明日で36です。おめでとうございます。ありがとうございます。こういい、こう自分が納得するようなこうデザインなり、こう衝撃がなかったから、モチベーションがやっぱ下がったっていうのが多分一番大きいかなと思いますね。あ、なるほど、うん、そうですね。なんかこうこうしてほしいっていうのを、例えばなんか何掘りたいですかみたいなの聞かれても、なんかこうなんですかね、これ勝手になんかこうアレンジされるっていうか、うん、なんかこうやっぱ全然あれ違うじゃんみたいな感じでなっちゃって、なんかこの1ヶ月ぐらいちょっとなんか絵描くとかなんか言われて、でそれキャンセルできませんみたいな言われて、わかりましたってなって、で出来上がったやつがなんか全然違う感じだったんで、それはね、はい、まあ堀下目線から言うと、要は相性が合ってないのね、そもそもの、うん、だから伊藤君もだし、その堀下もだし、この堀下もってやっぱね、お客さんの好みと堀下の好みが合致してないとなんか変な感じになっちゃうんだよ。なんかこうね、うんうんうんみたいな、なんかこう何かが違うことは分かってるんだけど、でもどこに行っていいか分かんないみたいな、なんかそういう状況になるかな、やっぱね。ですね、やっぱり掘りたいってやっぱ気持ちはもちろんあって、そのスタジオ通うんですけど、やっぱりこうなんか自分が思ってるものとやっぱ違うものをなんか掘られたりとかすると、やっぱちょっとなんか通うのがちょっとなんですかね、こう嫌になるとかではないですけど、こうなんか納得できなくて、うん、なんですけど、やっぱりちょっと堀色さんのところに通わせてもらって、やっぱ自分で全然納得いくものを掘ってもらうと、やっぱりこうなんですかね、背中とかもちろん痛いんですけど、なんですかね、それよりもちょっと徐々に完成していく、こう自分が思った通りのものを掘ってもらえる嬉しさの方がなんかこう、うん、通う原動力っていうか、モチベーション、うん、そうですね、モチベーションが全然違いますね、うん、なるほど、はい、でもやっぱりある程度その一致してたら、まあ、掘り終わった時に風呂シャワー浴びて鏡見て、うわーやっべーみたいな、かっこいいみたいな、これを思うかどうか、やっぱりね、あんま好きじゃないの掘るとね、なんか違うんだよねってやっぱ思っちゃうんだよね、その納得いってないというか、そこがね、やっぱりその、うん、その相性というかね、やっぱり、うん、背中から全然つな、うん、げるのも可能だし、やっぱりこうね、俺にこう背中預けてくれる人たちは、ね、お客さんはやっぱりこう、例えば違う人の腕入ってても、まあ、最終合わせてあげたりね、学問会によって色合わせてあげたりとか、だからお客さんによってはもう片腕入ってるからやってくんないんじゃないかなとか勝手に思い込んじゃう人たちがいるのよ、なんか。でもそんなことはなくて、まあ背中さえ空いてたら、まあ、基本的には、まあ、自分は全然やりますよって。ただ、まあ、背中にもよその入ってたりするとやらないかなと思うね、やっぱそのつらが中途半端に入っててもやっぱ基本的にはそのやらないね。自分も腕入ってるから、やってもらえないかなと思います、最初は。最初みんな思っちゃったね、はい、なんか他の人の作品に手つけるの嫌がるのかなと思って、うん、背中入ってたらこうって俺も考えてたね、さすがに、はい、腕だったらまだ、まあ軽症というかね、やっぱり、うん、やっぱりなんか掘られる前はなんか手掘りの方が痛いのかなと思ってたんですけど、はい、僕は完全に手掘りの方がいいですね。手彫りの方が痛くないっていう感じですか。痛くもないし、こう治りが早いです、うんうん、あ、手彫りの方が多分、あともうマシンで彫りたくないですもん、正直。もう終わると痛みあんまり後引かないですもん、うん、そうだな、マシンめちゃくちゃ僕後引いたんで腫れるし、やっぱね、でもマシンの方がやっぱりこうスピードが速いから穴がいっぱい開くんだよね、要は皮膚の中に。手彫りっていうのは1回でこう羽彫りで色入れていくから、はい、皮膚に開ける穴がやっぱり少ないから治りが早いんだよね、その分。でもその発色に関してなんですけど、うん、手彫りの方が強い発色があるっていう話は一般的に聞くんで
くと思うんですよ、うん、ただ今の話だとマシンはこう穴がいっぱい開いて、うん、まあ入る、うん、それと発色ってなんかこう矛盾するような気はするんですけど、この要は羽彫り、これだよってこのチャッ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 ってなるでしょ、はい、親指をテコの原理として皮膚をこう持ち上げる感じ、そうするとやっぱり皮膚の穴が大きな皮膚をこう持ち上げる分、やっぱそこにやっぱインクがやっぱ流れ込むんだよね、やっぱ。なるほど、うん、一つの穴が大きくて、そこに、まあ、大量のというか、うん、そうそう、これが手彫りにしかできないっていうね、やっぱり。ずっと同じ体勢してるのどうですか？きついっすね。きついっすか？さっきなんか腰ちょっとやっちゃったっておっしゃったんで。どっちかというと首とかの方が痛くなりますね。でもなんかだいぶ慣れたかもしれないです。あの、最初1回目掘った時は、なんかもう次の日、とかその次の日くらいまで体痛かったんですけど、まあ、だいぶなんか力抜き方分かってきたっていうか、掘られ慣れてきたって、そうです、掘られ慣れてきたっていうのは正しいかもしれないですね。なるほど。アドバイスね、やっぱ自分の経験としてはやっぱりこう、最初の頃は何も分からずこうなんか堀氏さんなんか誰掘ってもらっても一緒なのかなって思ってて、うんうん、そうですよね、はい、なんで例えばや金額が安いとこだったりなんか それに引かれていっちゃったりとかは なるべくしない方がいいかなと、値段で決めないとか、ね、そうですね、はい、値段で決めない、はい、僕も最初値段安くて行っちゃいましたけど、やっぱり後々なると本当に後悔しますね。何も直せないしな。はい、そうなんですよね。それだったらやっぱり、でもそれが難しいんですよね、結構。そう、最初はね、やっぱりね、知識つくまでは、ね。そうですよね。違いが分からないもんね。うん、分かんないです、最初は。全然目も超えてないし。みんな一緒に見えるからね。はい、ある程度のことやってくれるんだろうなと思って、ね。そうですよね、はい。いくら1万とかで掘ってくれるって、安いところだったの。で、上手い人が2万とかで掘ってくれるって僕は、今だったら絶対2万の方を選びますね。なるほど。はい。ありがとうございます。オレンジカウンティー、カリフォルニア。From Italy. I'm from the United States, Texas. Oh, true. A lot of Americans really love Japanese traditional tattoos. They like it, but it's hard to find a real passionate.